談したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？私も心配になっちゃうから申し訳ない気持ちばっかりになっとるから、これがねちゃんと直せるものだから、なんかどうやって直せるのも知ってるし、どうしてこんなことが起きたのかもちゃんと知ってるから大丈夫です。あーでも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然、むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。あでジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。どうし打ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩コースキと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。じゃあ僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された。今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのは分かりますが、ここまでとぼけられるとは。分かりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。あーでも手短にね、シルバーメインに気づかれてしまいますから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて人儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思ったんです。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。牢屋に入れられますよ。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブルグのみです。孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんか。絆愛のものないか。いいよ、これくらいはできるよ。別に進歩しなかったらやめてよ。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が効かない連中で、僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、その全てに技術が必要ですからね。
と早々のフリーエレンと。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町、まさかこれで帰るおつもりで。まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。違った、ごめんごめん、忘れて。おえり、新しいエピソードになったなと思って。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えてね。あれ、なんだっけ、カテカキとマリボンの、漫画家の新しい。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで大したことはしていません。攻めるならあの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図はありません。新たな友に興味があるだけで。嫌なら言わなくても結構。いい感じ。追っ手を振り切ることが。いいね、いいかも。可愛いし、ちゃんと髪の毛もちゃんと青くていいんじゃない。おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちら手を貸してください。友よ、捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。
出会ったことを感謝。誘った覚えはないけど。私はジェパード・ランドゥーシルバーメインの受影官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。指示を聞け。恐れることはない。いや、殴ったね。うちに出くわすなんてついてないね。逃がさない。揺らぐことなし。殴ったね。足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが、これは、おっと、先ほどは私はジェパード・ランドゥーシルバーメインの受影官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。
容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。Yeah!
始めようか。私の負け。